ああまた金だ。すごいね。どうなってんだこれ。金脈を掘り当てたぞ。この上はマグマ。見つけた。よしこれで。お、いけた。200個ゲットー。シャキーン。いくよー。あ、え、ちょっと待ってよ。ロケットランチャーってグラムさんも作れる？そりゃね、もう80です。材料見せてくれる？うん、スチールインゴットが50、うん、キッチンのペーストが100、うん、ポリマーが50、うん、ポリマーは粘土で作れるやつやんな、うん、そう、粘土と作れるやん。あと、玉、ロケットグレネード、スチールインゴット10、はい、火薬15、うん、ポリマー20、電子基板が10。電子基板か。あ、これ一発の重みすごいな。ロケットランチャーの玉を作るためにゴブリントレードセンターでスピネルを大量にゲットしようとしたが、自動掘削機でスピネルが取れるのではと思いつき準備をした結果、思いがけないことに。じゃあ今からスピネル見つけてくるから、とりあえず行ってくるわ。うん、スピネルハンターの力の見せ所だ。どうですか今日のスピネルは。ありそうですか？まだその予感はしないな。この辺りは絶対ない。もっと深くに行かないとスピネルは現れないんだよ。あいつは気まぐれだからさ。スピネルはよく知ってるね。すごいぞ。ここ金の、あ、また金だ。ああ、また金だ。すごいね。どうなってんだこれ。金脈だ。金脈を掘り当てたぞ。でも今は荷物になるからさ。じゃあこの入ったところの金に自動掘削機を当てとくね。もう早速取ってるよ。マジか。とりあえず持ってるだけ持って帰るね。うん、で僕はさらに下へと掘っていくわ。うん、300ぐらい持ってるといいんだけどね。ほんとに金たくさんあるね。だろう。うわ、また金ある。あ、ちょっと待って、300個持って帰れそう。ほんと320。よし、これで320。ゴブリントレードセンターで帰れる量の。お、今のところこの自動掘削機、うん、自動採光機で20個取れてる金。じゃんじゃん取れるってことやん。じゃあスピネル見つけたらさ、うん、そっちの方は鉄に切り替えたりしたらいいんだよ。あ、そうだよね。そろそろスピネルゾーンに来るぞ。うわ、脱水症状に一気になった。え、ちょっと戻るわ。わかった、これマグマゾーンの近くなの。近くに来たんだわ。水場へ急げー。水場に急ぐんだ。あれ、こんなんあった。あれ、すごい、初めて見るかも。なあ、いつの間にか立ってるんだね。立ってる。かそってると思った。なあ、バットマンじゃないよね。ちょっと見てみるわ。 This is guy。 あ、バットマン来たー。来たー、バットマンや。バットマン、こんな巨大な建築建ててどうする気や。バットマン is guy。 バットマン対私たちの戦いなんで一緒にもういっそのことデスロード倒しちゃう。そうやな。協力しちゃう。かわいそうやし、壊さずに置いておく。ほら、気絶してるで、ほら。え？バットマンの仲間だよ。あらわにしといてあげたら。ほら、無言のメッセージ。いつでもやれるんだぞ、という。無言のメッセージ。バットマンの姿はないね。バットマンの姿はないけど、これ仲間だな。うん。なんかじわじわ広げてるね、テリトリーを。嫌だなぁ。嫌だね。もう僕らの近くに、これ、いいよいいよ。絶対に挑戦的やな。熱すぎるわ。やっぱりここマグマの下だわ。ルームランドに近づいてるんだね。うん。いや、ずっとルームランドの下やけど、うんうんうん、多分この上はマグマ。あ、見つけた。あったのー。やったー。よし、じゃあそこに持っていくよ。オッケー。整地しとく。うわー。あ、じゃじゃーん。あったのー。めっちゃ捨ててる。よし、これで。お、いけた。じゃあこっちのスピネルは取っちゃうよ。うん。起動。おーし、じゃあこのスピネルはもうゲットしちゃいます。うん、ちょっと待って。どうした、なんだ。オートメーションキャントディスオール。なんだって。この鉱石は取れないって言ってんだよ。スピネルは取れないの。ちょっとスピネルは取れない。こういうこと。スピネルは取れない。英語で言われたよ。スピネルは取れないんだよ。じゃあガソリンの無駄だ。止めて止めて。そりゃそうだよね。じゃあ金や金に切り替えよう。うん、じゃあこれ取るよ。オッケー。溶鉱炉持ってきたから。じゃあスチール拠点に設置してくるよ。金運ぼわ。うん、せっせと。いやー、1年やり続けてわからないこともいっぱいあるね。うんね。スピネルは取れないんだ。
この金に合わせてたんだけどさっき。うん、いいと思う。合わせとこうか。まあ、高品質ガソリンがある限り、うん、覚えとくだろう。なんか用なしみたいに。スピネル取れないと分かったら、ちょっとなんか扱いが雑になるぞ。相当雑やで。じゃあ金をスチール拠点の方に運んどくわ。じゃあ私も帰ってロケラン作る準備してくる。オッケー。で、またここ持っていくから。でも、たまにはね。たまを作るには。電子チバネだよね。うん、で、向こうに金がもう300以上焼けてるから。働いてる。どれぐらい取ってるんだろう。どれぐらい ?12 個も取ってる。よし、動けた。あれ?どうした?前の残りが入ってたぞ。うわぁ!すごい!めちゃめちゃ。どうするのそれ。スピネル200個。200個できるよ。すげえよ。ほら、2つも交換できる。やったー。ふぅー。やったー。200個ゲットー。スピネル200個だ。あの、銅、こっちに入れとくよ。このちっちゃいのに。ありがとう。ロケラン作れるよ。お、ほら、作れる?ロケットランチャー。やった。作ろう。よし、2つ作れたよ。ありがとう。これで、また玉だ。電子基板10個。ここまで来るのに長かったなー。ねー。ゴブリントレードセンターなかったら無理やったな。電子基板の無駄遣いだけど、うん、10個作れるよ。やったロケラの玉。やったまあ94個は残しとくね。電子基板。まあまだ金たくさんあったから、まあね、いけるよ。ね、作れるって分かったからね。いやでもロボットアーム作った方がいいんかな。いや、とりあえず10個にしとこう。うん。なんかここに置いとくの怖いな。バットマンが勢力を伸ばしてきてるって聞いて。怯えすぎ。叩き潰しとく。ロケラン?ロケランを授与。やったロケランだ。そして弾。ありがとう。受け取るのだ。ありがとう。やった。そして構えよ。おお。ああやった。ロケランだ。撃ったかんでこの中で。弾込めてない。よし。じゃあ僕も。シャギーン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 。いくよ。あっ。え?行っちゃった。あら、ゴブリントレードセンター。あーゴブリントレードセンターがなくなっちゃった。スピネルが作れるか。ゴブリントレードセンターが、スピネルが、まあいっか、作れたし。チーン。な、行っちゃったよ。また探そうよ、スピネル取れるやつ。まさか弾くん持ってるとは。それは弾持ってるからそうだよね。まあいいよいいよ。ごめん。いいよいいよ。つい押しちゃった。人間。人間さ、押したくなるもんだよ。ショックー。また探しゃいいんだよ。ごめんね、本当に。うんちまでしちゃった。これはあかんで。これは許せへんで。これはあかんか。またゴブリントレードセンター、スピネル出るの探そう。うん、今度は、あっちのスチール拠点に置こう。うん、いちいちこっちに来るのめんどくさいしさ、うん、断捨離だよ、断捨離。断捨離、急な断捨離。ロケシャリや、ロケシャリ。断捨離や。断捨離や。断捨離。断捨離。ロケットランチャーで断捨離したんだから。めっちゃ煙上がってる。いや、バリバリや、これ。焼いてる、焼いてる。よし。来たぞー、デスロード。もうすげえ、見て。おぉ。かっこいい。かっこいい。いや、当たるかしんないよ。よし、撃って。当たった?ああ!外した?当たった!当たった?もう一発、もう一発。もう一発、もう一発。いけ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 。もう一発、できる。当たった?おお、当たった!ほんと?当たった、当たった。当たった、当たった。全弾ぶち込もう。ほら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 。もう全然怒らないね。え、怒らない。玉切れ。じゃあ僕がやるわ。じゃあ村さん。任せろ。R2 ね。一発当ててみる。うん。おーし。ああ、気づかれた、気づかれた。おーし、逃げた。来たらあかんで。うわー。来たらあかんで。いたいたいた。いたやろ。目の前にいた。2階から撃つわ。うん。いけるはず。開けるわ。うん。ここにいるよ。ほら、おお、あー、僕の服が壊れた。大丈夫、いけるいける、まだいける。337516。もう一発いくよ。うん、どう？どう？やばい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 、死んだー。衝撃の事実、400ぐらいしか減ってない。
400? うん。だって今が、フロフシとやり合ってるよ。フロフシとフロフシ追っ払ったよ。じゃあもう一回当ててみるわ。うん。500、600。約600ぐらい。あ、やばい。どうだ？リーパー出した、リーパー出した。リーパー来たよ、リーパー来たよ、逃げて。どうだ、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 どうだ。よし、どう？やっぱ400？ そうだね。わあ、逃げろー。いや、コスパ悪すぎへん？コスパ悪い。だって電子基板10個使ってますよ。デスロードにはやっぱ魔法が効くんだわ。魔法か。魔法系だもん、あいつ。試行錯誤だな。ねー。